クリストフォロスティス・エラザスは、ギリシャの王族。ゲオルギオス一世とその王妃、オルガの罰として、ロシア帝国のパブロフスクで生まれた。ギリシャ軍に入隊するが、彼は兄弟たちとは違って、王族の義務よりもピアノを弾くのを好む性質であった。青年時代、ポルトガル、リトアニア、アルバニアの3カ国から国王にと打診されたが、 責務を嫌うクリストフォロスはどれも辞退している。1910年、スコットランドを訪れたクリストフォロスは、ファイフ公爵アレグザンダーと重視である、イギリス王女ルイーズの長女アレクサンドラと結婚の約束をした。ルイーズの妹、ビクトリア・アレクサンドラの励ましもあり、婚約に至るかと思われたが、公爵の反対に会い、結婚を諦めた。1920年、 アメリカ人女性ナンシー・スチュワート・ワシントン・リーズと結婚した。ナンシーはギリシャ・デンマーク王女アナスタシアと名乗った。ナンシーは二度の結婚歴のある平民であったため、二人の結婚が許可されるまで六年を要した。彼女は二度目の夫から莫大な遺産を相続した大富豪で1920年代に亡命を余儀なくされたギリシャ王室は、 ナンシーの財力を頼って生活した。しかし結婚からわずか3年後、ナンシーは、癌のために、ロンドンで死去した。クリストフォロスとの間に子はなかったが、彼は、ナンシーの先父との子ウィリアムと、養子縁組し、命に当たるクセニアゲオルギエブナと結婚させた。1929年、クリストフォロスは、フランソワーズ・ドルレアンと再婚した。フランソワーズは、 オルレアン家のフランス多い請求者、ジャンの娘であった。1939年1月、長男ミハイルが誕生したが、クリストフォロスは、息子が生まれた翌年に亡くなった。ありがとうございます。